可愛いですか。本当ですか。ありがとう。嬉しいです。美容師さんは天才なので今日も可愛くしてくれました。ミキがね、自分で髪を切っちゃう癖があって前髪とかね、お横毛とかを、でもすごいなんか綺麗に整えてもらって、あ、可愛いってちょうどここに来た。嬉しい、ありがとうございますそう、もうずっとね言ってるとこだから信頼してる。好き好き、ありがとう似合う、え、似合う、似合うってやつあるんですか。え、似合う、嬉しい、似合う、ちょうどじゃん今日に。あ、好き好き、ありがとうございます。似合う、めっちゃいいね。このためにあんのかなみたいな、美容室帰りのお締めになれるためじゃん。似合うわ。いや、もっと配信しようとしてたんですけど見えた。お腹いっぱい。似合う、似合う、嬉しい、似合う、嬉しい、ありがとうございます。似合うくれて。似合ってますか。ん、似合ってますか。似合ってる。あ、似合うって、なんかもう髪がさ痛みすぎちゃってて大変なことになってた。あ、コラム書きました。ギリ10時過ぎぐらいに書いた。危なくない、結構。久しぶりにショールーム帰ってきました。おかえりなさい。ガチ食べる。映ってるよ。似合ってる、ありがとう。まあ、あんまりこだわりがないので、なんか長くても短くてもどっちでも私はいいです。正直何でもいいです。でも髪は暗い方が好きで、そう、美容師さんに、え、また暗くするのっていつも言われるんですけど、雪暗いのが好きなんだよね。こっちのがなんか漏れる。でももっとなんか派手髪みたいなのもしてみたいけど、なんかな、なんかみんながやってない髪型がやりたいね。そう、まあでも今日は暗めがいいって感じだったんで。クッキー？クッキーパーティーしてるの？ありがとう。今日は言ったけど、なんか美容師さんがいい感じにしてくれましたなんかいつもはなんか私ブルベなので、そういう青っぽいのとか混ざってるらしいんですけど、今回は何が混ざってんだっけ、忘れちゃった最悪。え、チョコありがとう。ありがとう、ありがとう、ありがとう。クッキーパーティーありがとうございます。忘れちゃった何色が混ざってんのか、許してくれ。あー、ミラーボールだ、ありがとうございます。ミラーボール12時以降もショールームできたらいないな。はあ、ライブでいきなり髪切ってからお尻になった。え、嬉しい。それは何でですか。似合ってたからですか髪切った時すみれさんにめっちゃず似合ってる似合ってるっていっぱい言ってもらった思い出がある。え、似合ってんの、嬉しいってなったうん、10時までなの健全だよね。健全だな。寝ろってことかな。寝ろってこと。うん、でも明日さ雪がやばいらしくて、
そう、美容室でその話ばっかりしてました。やばいって。そうだから用事があるならお昼までに済ませなきゃいけないんだけど、え、絶対眠くない？絶対眠くない？ゆきがやばいって言ってました。はあ、あさっての後楽園ホール、え、あさって、え、実感なさすぎてどうしよう、実感ない。後楽園みんな来れるかな、心配、みんなのことがね。明後日だと飛行機で行けなくなりそうだったから明日から東京に行こう。ありがとうございます。同じ東京にいるね。朝からやばいんですか？そうなんですか？なんか今日美容室にね、なんか美容師さんがね、なんか天気予報士さんみたいな人が今日来てねみたいなの教えてくれた。明日は昼ぐらいからにずれ込むらしいって言ってたらしいよ。何者が来てたかは知らないけど、そう、ちょっと後にずれるんだって、雪が降るタイミングが。だから明後日やばいかもね。交通機関がねあれかもね。みんな気をつけてください。私もね、なんか買いに行きたいものがあるんですけど、ちょっとビビっていかないかも。でも今日美容室行けただけでも偉いよね。よかったです、行けて。まあこれからもね、今月もいろいろあるので体調崩さないように頑張ります。みんなも気をつけてね。そう、あさっての試合はね、 YouTube と ABEMA の格闘チャンネルで生配信、全試合生中継、無料生中継があるので、ユニバース、レッスルユニバースに入ってない人も無料で試合が見れるから絶対見た方がいいと思います。了解ですか？東京女子プロレスの YouTube をフォローしといてくれ、登録しといてくれると、あさってになると配信を無料で見ることができるので、まあ、なかなかないのでこの機会は。そう、アベマの方はね、そのためにビジュアル撮ってもらって、写真、そう、アベマのチャンネルでも無料配信があるので、みんなに見てもらえたら嬉しいと思います。現地に行く人たちはもう気をつけて会いに来てください。ポートレートもあるのでね、会いに来てくれるの待ってます。そう、すごいんですよ、ユニバース会員です、ありがとうございます。毎度あり、毎度ありは言わない方がいい。しくった。みんな見に来てください。 どこでもいい、現地でもいいし、何でもいいので見に来てくれると嬉しいです。待ってます。とりあえず配信でも何でも見てくれると喜びます。アーカイブもね、いっぱい見てください。シングルマッチなので、スズメさんと、この後はコラムが公開されます。誤字脱字がないか不安です。みんな見てください。初めてリングサイド買ったわ。ありがとう。近いね。近い。じゃあまた。明日多分やると思う。待っててください。寝るわもう。コラム見てくださいね。コラム見てチャンネル登録してください。じゃあね、みんなありがとうございました。もっと早くやりたかった。おやすみ、おやすみなさい、バイビー、バイビー、バイビー。